はい、入手しました。テクニクス EAH-AZ70W です。もう発売前から評判が良くて、私の場合はネットの記事を見て YouTuber がネット動画を上げる前に、ポチったんですけども、もう有名 YouTuber はレビューしてますよね。もう絶対いい音なのは間違いない。なのでちょっとその辺を確かめていきたいと思います。それでは開封していきます。これが取扱説明書、なんかメッセージが書いた紙で、ご愛用登録のご案内、重要なお願い、イヤホンの装着方法、本体と充電ケース、 USB Type-C のケーブル、イヤーピースが XL、L、M は本体についてて、S の4つのイヤーピースがついてます。付属品は以上です。それでは本体を見ていきます。充電端子が結構いっぱいあって、全部で6つありますね。端子 R って書かれてます。でここがタッチセンサーになるんですかね。この部分が金属っぽくて、ここがちょっと樹脂っぽい感じですね。でノズルはこんな感じ。充電ケースに入れていきます。マグネットですね。で結構取り出しやすくなってます。で黒を買ったんですけども、指紋がつくような感じじゃなくて金属っぽい感じですね。めちゃめちゃかっこいいです。で、USB の Type-C の口があります。で LED は3つインジケーターがあって、充電残量が分かるようになってます。装着した感じはこんな感じです。そんなに出っ張らないですね。で耳にフィットします。すごく、あ、思ったより出っ張らないですね。で軽いです。はい、大きさを比べてみましょう。こちらがアビオットのピアホンですね。それで AG の TWS-01K で、ギャラクシーバッツで、単一電池、スペーサーですけど単一電池で、単一と比べるとこんな感じです。長さがちょっと大きい感じですかね。厚みと、この部分は一緒な感じ。ちょっと高さはありますかね。イヤホンと比べても、まあ、重さもそんなになくて、両方とも同じぐらいの重さです。で AG の TWS-01K と比べるとこんな感じです。ギャラクシーバッツはまあより小さいので、これよりは大きい感じですけども、そんなに大きいわけではなくて、見た目以上に軽い。で本体も軽いです。本体の大きさはイヤホンで比べるとこんな感じですね。ちょっとぶっとい感じなんですけど、軽さはこっちの方が軽いです。それからイヤピースを交換してみたんですけれども、ファイナルのタイプ E が、充電器が収まるかっていうのを確かめてみましたけども、ちゃんと充電されてるので、他のイヤピースを交換しても充電器にちゃんと収まりました。音質なんですけれども、低音はズシンという感じで、高音はすごく綺麗に伸びている感じです。でしっとりというよりは少し乾いたサウンドなんですけれども、そんなに嫌味ではなくて、今まで完全ワイヤレス聞いてきた中では一番いい音だというのは間違いないです。アプリの方ですけども、オーディオコネクトというアプリを使います。バッテリー残量と外音コントロール、ノイズキャンセリングのレベルを調節できます。でアンビエントモード、外音取り込み機能に切り替えることもできます。でオフにすることもできます。でこちらは本体でも切り替え可能なんですけども、アプリでもそのレベル調整も含めて設定が可能です。であとはイコライザーですね、バスエンハンサーとクリアボイスと
で細かい調整のイコライザーがついてます。あとはファームウェアのアップデートはこちらで行うことができます。まだ接続性の検証とかができてないんですけれども、まとめますと、まず音質がいい、それからノイズキャンセリング、外音取り込み、そしてスマートフォンアプリ対応で、法的性能が IPX4 なんですけどもついてる。接続性に関しては後ほどまた検証していきたいと思います。